ニャムカフェの文です。ニャムがジャマイカの言葉でなんか食べるみたいな、イートみたいな感じの意味っていうのをなんか調べて、それでなんかいっぱい食べてほしいからニャムニャムカフェでしました。だからボブマーリーが好きだからジャマイカで、そのなんかジャークチキンとかも出したいからじゃあジャマイカにしようかなみたいな。この間で丸14年です。やっぱみんながこう来てくれてワイワイ楽しんで、でご飯食べて美味しいとかだったり楽しかったって言ってもらえるのがやっぱ嬉しいです。もう常連さんもいるし、初めましての人とかでもすぐなんか慣れ慣れしく喋ってしまうから、帰りにはなんかすごいリラックスして帰ってくれてる感じがします。多分こっちが心開かないと相手も心開いてくれないかなと思って頑張ってます。めっちゃ人見知りだし。実は南国が好きで、だからなんかちょっとイメージ的にやっぱなんか南国の小屋みたいな、なんか綺麗どころとかリゾートとかじゃなくても南国の小屋みたいなのを作りたくて、おすすめはジャークチキンと本日のカレー。野菜物とかもそう、なんかのぬか漬けとかを出してるので、そのなんか季節のぬか漬け、ヘルシーなものももう様々ですね、自分のレシピで自分で考えてやってます。そう、なんかでも季節もそうだし、あとはもう最近これ食べたいみたいなので作ったり、自分が食べたいものを作ってます。もうラフに、そう、なんかただいまみたいな感じで帰ってくるような、久しぶりみたいなとこだったり、なんかもう家みたいな、で文ちゃんちって言われたりするんで、お店っていうか文ちゃんち遊びに行くみたいな感じとか、ラフに来てもらって全然いいです。自家焙煎コーヒー豆の店、トリプレットの店主藤森と申します。トリプレットっていうのは音楽とかだと例えば三連符とか、あとは三つ子とかで、トリプレットってなんとなく響きもいいなって思って、コーヒーとの出会いは私も小学生ぐらいの頃から飲んでるんですけど、量り売りのこれくださいって買いたいと、自分でコーヒー豆を買ってきて飲むっていうのが始まりました。こうやってゴリゴリ引いてる時の私は香りが一番好きなんですけど、鼻で飲めるコーヒーっていうのはすごく美味しいコーヒーだと思います。今うちのこのブラジルの豆を粉にして、それをあの米粉とかと混ぜてコーヒーのクッキーオリジナルで作ってで、コーヒーってコーヒー豆って言ってますけど、実は捨てちゃうんですよね。コーヒー種がコーヒー豆になるん で捨てられちゃう果肉とか皮とかそういう部分を再利用して加工して、それを材料にして作られたカップがこのハスキーカップ。やっぱりコーヒー屋なので基本的にはコーヒーにちなんだものを扱いたいなとは思って、ちょっと仕入れルートとして面白いのはパナマとエチオピアの豆に関しては個人のインポーターさんから仕入れてるものなので、まあちょっとストーリー的には面白い商品かなって。自分が好きで焙煎したりなんだり仕入れて売ってるものを、まああまたあるコーヒー屋の中からうちに足を運んでくださり買ってくださり、美味しかったよっつってもう一度来てくださる方がいるっていうのはすごく嬉しい。まあ売ってるものはコーヒーなんですけど、コーヒー買いに来るとなんか楽しいことがあるよねっていうような感じになるといいかな。チラさんっていう酒場をやってますね。もう基本的には沖縄料理ですね。あとはだから、まあ、例えば沖縄の食材で、工夫してあのできるだけちょっとそあの食べやすいようなソースとかそういうのも作ってますね。アットホームなお店で、あの誰でも気軽に初めて来てもパッと話せるような雰囲気のお店を作りたいなということで実際にそういうのやってます。自分はあの飲食店はもう沖縄からもずっとやっててもう40年くらいしてるんですけど、八木さんに来て約もう17、18年かなやってるんですけど、いろんなあの人と出会いがあって、その出会いであのお店とかいろんな面で信頼関係できて助けられた部分いっぱいあります、はい、そういう部分では楽しいですね。だからいろんな人と出会いがあって、
アニメの先生で小川先生って方がいるんですけど、アニメの方ではものすごく有名な方で、もう全国からファンが集まってくるような方で、もともと小川先生のお客さんとしていらっしゃったんですよ。それがきっかけで今も沖縄ではモアイっていうんですけど、毎月集まって飲み会とか親睦会、それをもう先生とはもう17、18年のお付き合いでやってますね。この先生の出会いというのは大きいですね、俺にとっては。はい、沖縄のヘチマですね、ナベラって言うんですけど、ナベラの麻婆豆腐ですね。宣伝したいですね、おすすめで。材料で捨てるようなものでもこうなんとか使えるようにしようという、これを珍しいなと思う料理をいろいろ出して工夫してみたいなというのと、あと今地元の方なんですが、この藤森さんという方がコーヒー販売してるんですけど、このコーヒーの豆を使った食材とか、それを使った料理とか、そういうのをやりながら、あと沖縄でポーポーというデザートがあるんですけど、それをコーヒーを豆を、粉末を入れて作ったりとか、やっぱり地元の密着のアットホームなお店を作りたいです。たぬき市場で、私はベスマです。コロナの時からマスクをミシンを置いて、ちょっとなかった時があったじゃないですか。だったら作ろうと思って、可愛いマスク作ろうと思って塗って置いてたら、本当にある通りかかる人、通りかかる人みんな買ってくれて、それがきっかけであそこに人がたまるようになって、で気がついたら缶チューハイとか飲む人とかも増えてお酒はもうその日によって日替わりバーでバーテンダーが違うので、その人の好きなお酒、出してますね。まあなんかこんな色っていうのはあんまり言いづらいね。食べ物も日々違うものが出るんで、色は七色って感じ。店を開くと誰が来るか分かんないからそれが面白いですよね、ワクワクする。でもまあうちのスペースは来ていただいたら、なんじゃこりゃって感じで、自転車だったりダンススタジオだったり、まあ、DJ ができるようなブースがあったり、まあ、ライブしてたり、なんかイベントを常にやってるので、興味があって来てくれる人がなんか一堂に会す感じになるんで、今後もそういう何かの音楽ライブだったりとか、まあ、いろんなことをし続けたいなとは思っています。要するに人とコミュニティを作りたいから、たまたまそれはやっぱり飲食があった方が、いいなっていう、結局マスクを売っててもそれで終わっちゃう、のでやっぱりここに滞在してもらって話をするには、ね、なんか飲んだりコーヒー飲んだりビール飲んだりして、そうすると本当にお酒たった一杯で初めて会った人ともものすごい仲良くなれる。まずは近所だから、近所っていうのはすごい大事かなって。